劇団ヘブン&アース代表の水野アンナと申します。劇団を旗揚げしまして3年目ぐらいになるんですが、アクテノンさんにはいつも本当にお世話になっております。今回アクテノンフェスティバルに初めて参加させていただくということで、ちょっと緊張もしてるんですが、みんなで一生懸命練習してきましたので楽しんでいただけたら幸いです。演目は今月の末にユースクエアのプレールームという場所で舞台をします。私たちの劇団のオリジナル演劇、空を見上げてというファンタジーです。ファンタジーのお芝居の一部を抜粋して今こちらで披露させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。守れるようになりたいって思ったんだけど、私ではなく
出世できない。でもやっと姫様に会えるのかと思うともう嬉しくって、すいません、何言ってんだか、その顔が赤いですよ。ああそうだ、でもどうしてこんな進む発展にやられるんでしょうかね。まるで人目を避けるかのようにって、そんなこと気にしてる場合じゃないですよね。姫様、乳母のマーサ様が面会に参りました。お部屋に入ることをお許しください。姫様、乳母のマーサ様が面会に参りました。お部屋に入ることをお許しください。姫様、姫様。そこで何をしておる。龍王様、我が娘、神社眠り部屋だ。お前たちが来るとこではない。おっとと立ち立て。私たちは龍王様の許可を。あれは、あ、はい、痛いです、痛いです。しかしここへ来て本当に自分のしてきた行いが正しかったのか分からなくなってしまった。私はどうすればよい。しましょうね。ママ。
いはい、わかったよ。
。